世界選手権は5位、すっかり世界のトップのスケーターに成長しました。ロシア21歳になりますオルガ・マルコーワ。コンビネーションジャンプはトリプルルッツ、ちょっと手をついたダブルトーループ。足が伸びています。スパイラルステップ、このジャンプはループトリプルループです。リバルディの今シーズン四季から秋です。しっとりと演じましたロシアのオルガ・マルコーワ。伊藤さん、はい、じっと見つめていらっしゃいましたけど、はい、私すごく好きな選手なんですよ、はあ、ね、上の本当に観客席の 上の方から見ててもこうなんて存在感があるというんですか、基本がしっかりしているというんですか、一つ一つのスケーティングこの伸びというか滑りだとかがきちっと、うんうん、できてる選手というか、でなおかつジャンプが、あ、今日は手についてますけども、これはね、ちょっと、はい、すごい、基本がちゃんとできてるなと思って、スケートが上手だなと、羨ましいなと、はい、いや、これはまあダブルアクセルですが、五十嵐さん、はい、最初はちょっと失敗ありましたけども、あと気持ち切り替えて持ってきましたかね。そうですね、トリプルルッツからのコンビネーションで失敗した後に、今度はトリプルループだったんですね、はい、まあ、そういう意味では非常にトリプルトリプルと続いてきて、精神的な、まあ、試合運び方って難しかったと思うんですけれども、よく立て直しましたよね。まず技術的な部分のリクワイエードエレメンツ、4点台が2人ジャッジいます。サンペテルブルク生まれの学生21歳、ボドチェゾーワコーチと、ま、世界のトップの仲間入りをしてきましたマルコーワ。ロシアバレーのテクニックをモチーフにしています。非常にこの細かい繊細な演技が彼女の特徴です。そしてその表現力を見ますプレゼンテーションは 5.8 という数字もあります。さすがに上げてきました。